Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this episode of Berserk and the Band of the Hawk. As always, I'm your host, Starnum Lander, and it looks like we're about to begin the Beast Swordsman versus the Black Swordsman. But first, a couple of events. ただ闇夜に怯えるだけの子供が信仰という隠れ蓑が焼け落ちて照らし出される。アルビオンに悪霊が押し寄せてくる時もそうだった。おい、ドロドロが迫ってるぜ。死にたくねえやつはそいつを拾え。松明？そっか、あいつら火を避けてる。こんなとこより塔の中に入った方がいいんじゃないのか。 縄文ブチ破る相手に籠城なんぞ意味がねえ。それにもうすぐ夜が明ける。ここから胃の一番に火の光がさす。なぜこんなにも正確に当然のように生き抜くことを口にできるのだ。なぜこの男の声はこんなにも力強く私に響く。 朝までが勝負だ。生き残るぞ。あの時と同じ。まるで悪夢の中にいるようだ。これは本当に現実なのか。ファルネーゼ様、私の後ろに。神よ。祈るな。祈れば手が塞がる。てめえが握ってるそれは何だ。この圧倒的な悪霊の中に立ち 退かないただ一つ確かなもの。瓦礫の塔、まるで砂の城のように消えた。脆い、あっけないほどに私の寄って立っていたもの、信仰していたものとはこんなにも儚いものだったのか。 信仰。いや違う。私はあの幼い日の夜の闇から逃れたい一心で、恐怖を、秩序を、畏怖を、ふるう側に紛れ身を隠してきたに過ぎない。そして時にはそれは欲望の吐け口でさえあった。私の信仰は汚れていた。しかし、 私を守るはずのすべての虚飾はあっけなく吹き飛ばされた。圧倒的な未知なる闇の前に私はまた、いや、おそらくずっとあの夜の中にいたのだ。出立する。生徒に戻られるのですか？私は黒い剣士を追う。私は漱石を捨てる。 とうとう私はあの幼い日の闇から逃れることはなかった。そしてついに闇は形をなして私の眼前に現れたのだ。まるで怯え続けるだけの私の運命でもあるかのように。ただ一人闇の中に立つあの黒い剣士に引き連れられて、あの人こそが 私の預言者なのかもしれない。The Beast Swordsman versus the Black Swordsman. Guts rescues Casca and returns to the blacksmith's hideout deep in the mountains. Godo had already left this world, but there, surrounded by the silence of the serene mountains, Guts feels at peace. However, he finds Rickert talking with someone Guts knows all too well, Griffith. What occurred at the Tower of Conviction was an event that imitated the eclipse. Griffith, now a member of the God Hand, reincarnated into the physical world and descended upon the world as the Hawk of Light. もう全部が終わってしまったんだって。亡くなってしまったんだって思ってた。でも、生きてこうしてまた会えるなんてさ。
です。ちょっと待って。どけリッケルト。どかないよ。いきなり切りかかるなんて。俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもう、お前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ、初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で、俺を語るんじゃねえ！てめえ、一体ここに何しに来やがった？お前に会いに、あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ！確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って、心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに、何一つ感じちゃいねえってことか！俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッド。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。ガッツのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通れ。少々見合わぬようだ。視線、信じられないほどの視線をガッツを超えてきたんだ。Yeah.
さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。ゾット、間違いない。あれはあの男がノスフェラトゥ・ゾット。Thank you.
の血はいてついたはず。これは俺の器となり溶け合ったあの赤子の思いか。
ろ来るな。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ？言ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると。何も変わりはしない。変わりはしないだと。あれだけのことをやって。何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ。俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ、本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あ、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹の。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる。そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど、多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。ゴドの遺言だろ。元気でね、キャスターお姉ちゃん。しっかり守らなくちゃダメだよガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。All right guys, there you have it. As you can see, fighting Zodd on hard takes a little while.
I hope you enjoyed the fight, though. Thanks for watching. And tune in next time for more Berserk goodness. Alright, guys. Until then, take care.